で、ここはもうコイン取ってスピード上げるしかない。いけ、トゲゾウ来てる、間に合え。こんにちは、くんじきたまさぶろうです。今日はマリオカートやっていきたいと思います。ということで皆様、2023年も大変お世話になりました。2023年最後の通常動画かな、多分ね。いやーん、まあ、ショートはこの後上がったりとかしてるかもしれないけど、いつもよりね、ちょっと時間早めてるかもしれない。いつもね、8時半とかに出すんですけど、8時半にしたらもう2023年中に見れる人って多分そうそういないと思うんで、ちょっとね、時間を変えてるかもしれませんが、2023年も大変お世話になりました。えい、くらえ、オッケー。来年もね、よろしくお願いします。来年もよろしくお願いします。よいしょー。さあ、コインだけか。で、今日はね、1位で締めくくりたいということで、1位取れるまで終われませんやっていきたいと思います。まあ、逆に1位取ったら終わるんだけどね。だからこの回でも1位取ったら終わるんですけど、やっていきたいと思います。まあ、ハッピーな形でね、2023年を締めくくりたいということで、最後は1位で終わりたいと思います。さあ、コイン取って、いやー、下手だな。下手だな。さあ、危ない。いやー、ダメだね。うまいこと言ってないね。ちょっとやっぱマリオカートちょっと調子もあるもんね、調子。さあ、オッケー。さあ、コイン取って。ほい。ほい。ほい。オッケーオッケーオッケー。さあ、いいよ。全然ある。全然、これ邪魔。さあ、ボムヘイ。さあ、いいよ、2位。いや、ワンチャンあるな、これ。いきなり1位か、もしかして。さあ、バナナで、あ、防いでこなかった。それによって、あーと、ここで、下手くそさあ、ダブルアイテム取りたい。オッケーオッケーオッケー、ベルオッケー。赤コーラは、でも、どうせ防がれちゃうから、持っとこうか。あ、これ来ちゃうか。いや、そうだね、防がれちゃうけど、まあ、いらなかったんで。バナナで防がれてるもんね。当たれ。いやー、ダメかー。さあ、ということで、まあ2位だね。まあまあいいでしょう。みんな大晦日何見るんだろう。みんないつも何見てます？まあ僕はね、もう毎年紅白歌合戦なんですけど、ガキツカがね、なくなっちゃったんだよね。なくなっちゃったというか、まあ、休止中みたいな感じなのかな、今ね。やらなくなっちゃったんで、それがね、でかいよね。これちょっとこっちから一旦行ってみたかったんだよね。ちょ、行ってみようか。さあ、どう？早くなった？これでここを抜けられるのかな？おお、危ない。ちょっと下手だったから遅くなっちゃったね。あ、いてー！最悪だ！何かがお尻に当たっちゃった感じかな、今のね。さあ、5位まで一気に1位だったのに、まあ、ただ、勉強にはなったね。勉強にはなりました。ああいうところがあるんだと。さあ、これ、ショートカットを使いたいね。ショートカット。ここで使えばいけるんじゃない？オッケーオッケー、ベルオッケー、どうぞドカーンとぶつけて、お茶目にね、お茶目にぶつけて、さあ、ここ避けて、さあ、コインゲット。さっきのショートカットもう一回チャレンジしたいな。どこだったっけ？あー、取り逃しました。通り過ぎちゃった。まあまあいいや。まあいいでしょう。トゲゾウが来るんじゃない？結構、1位が早いよね。1位が早いんで、トゲゾウ来てもおかしくないね。これちょっと防ごうか。さあ、トゲゾウが行って、さあ、防御アイテム欲しい。あー。いや、雷で防いだ。てか、雷を防いだんじゃない？トゲゾウが当たったか、雷が当たらなかったか。どっちかだと思う。これちょっとショートカット多分ちっちゃいからできないんじゃない？一応警戒してやめといて。あ、でもそこにいるけど、近そうで遠いな。近そうで遠い。赤コーラでちょっとちょっかい出しといて。いや、でも届かないよね。あ、当たったね。当たった当たった。で、ここちょっとチャレンジ。チャレンジングして、チャレンジを失敗して終わりました。いや、失敗だね。失
これまあまあでもチャレンジは大事ですよ。チャレンジすることは大事。やばい、ガチで見えない、見えないことが危なー。前に行くならぶつけます。いやーマジか。いやここ行くしかない。行けー。まあまあ2位か3位か。オッケーオッケー、まあまあ耐えたでしょう。で2023年はね、僕登録者400人台からスタートしてるんだよね。400人台。420何人みたいな。そこからなんと、最終的にはね12万1000で終えるってすごいよねガチで。あーははカコーラ取られた。12万1000で終えるってすごいよねガチで。もう300倍ですよ、300倍。300倍ってやばくない、普通に300倍だよ。本当に飛躍の年だったね。まあショートがねやっぱりすごい伸びたっていうのがあって、本当にいててててて前見てなかったわ、全然前見てなかった。さあこれ結構まずいね、普通にまずい状況。9位だもんね。この辺りをもう置き去りにしたいけどな。コースも覚えてないからな。これを僕バコーンとやっといて、急ごう急ごう、これとにかく急ごう、早く行かないと。ここにちょっと乗ってみたりとかして、でこれぶつけて、これもぶつけて、さあ一気に2位まで躍り出た。ただ1位の人がね、1人だけちょっとレートがめちゃくちゃ高い人だったんだよね。なのでちょっと追いつくのはなかなか難しいかもしんない。トゲゾウとかそういうのにちょっと頼みたいなって感じだね。赤コーラ、まあ、1個2個あるから1個投げとこうか。最悪防御できるんで。あ投げちゃった。まあまあでもキラーだから別にいいでしょう。さあ防御アイテムがあるから守って。いや結構前だね、結構前。どこにいるんだろうっていうぐらい前なんじゃない、多分。これポリッと投げて、ポリッと投げて、あでも近いね、そんな遠くないぞ。めちゃくちゃ遠いかっていうとそうでもないぞ。痛い、邪魔だ。おおそんなギミックなんだこれって。赤コーラ投げて、トゲゾウもいった。あーでも雷で回避したんじゃないこれね、奇跡の回避。そして赤コーラが来てしまう。いやただ1個前に行ったんじゃない。いやー後ろが赤さんが出てんだね。いやー追いつけずか、くそー、かなり邪魔をされてしまった形だね。これだからマリオカートは難しいよね、自分一人だけじゃないからねやっぱりね。さあこれもうなんとか逃げ切りたいけど、いけ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 。まあ2位か1位か、2位、いや2位だよね、2位だ。いややばい、レートね、明らかに倍以上格上の人が2人に増えました。まずいね。さあただ勝ちたいね、そういう格上の方に勝ってっていうのが一番かっこいい形だもんね。まあ、同じぐらいの人とでもねやっぱり楽しいけど、格上の人に勝つっていうのも気持ちがいいもんだもんね。さあこれちょっとちらつかせといて、いってー、なんてことするんだ。あーごめん投げちゃった。さあいいよ。さあこのヨッシーの人多分怒ってると思う、僕にね僕に怒ってると思う。これ当ててくんじゃない、多分当てないか。さあこれグライダーでいっちゃおう、グライダーでお茶目にいっちゃって、でこれプリッと投げて、いやダブルアイテム取れないのに投げちゃダメだね。さあここ外からコイン集めたかったけど全く集まらなくて、あー、守るの間に合わなかったか、くっそー、ちょっとぼーっとしてたね。さあここ外からコイン集めたいけど集まらなかったね、全然下手単純な下手。さあまずいねこれ、非常にまずいよな。結構当たるんだねこれね。あ、これ全然ダメだ。
まだまだ知らないことがいっぱいだ。いやもうここでキラー出るんだもんな。4位だよ、だって一応4位ですよ。しかも全然人を抜かないからずっとキラーだし、ずっとキラー状態。さあ危ない。さっき取られちゃったか。あでもそこにいるんだ。おーおーおーおおお、1位になったやったー。いやシンプル抜かれて、あ投げちゃったもう何やってんだよ、投げちゃダメだって、取っとかないと。大事に大事に、いけ、いやマジか、いやうまいね。まあ3位か。いや多分レートがそうだよね、上の人がワンツーって入ったんじゃない？さあ、部屋変えました。もうほとんど、レート同じぐらいですね。さっきの倍以上差とかね、そんな感じではない。みんな仙台みたいな感じなので、ここならすごくいい勝負できるんじゃないかな、多分ね。頑張っていきたいと思います。さあ、行こう！さあ頑張りたいね。ここまあよくやってるコースであるもんね。はい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 、いたいたい。さあぶつかり合って、いやここ危ないよ。 OK 冷静。さあ冷静よ。2位ね、2位、現状2位。いや危ない、これ非常に危ないシーン。いやーぶつかった。ここボシーンといってバシーンといって、まあそんなに遅れてはないよ、全然全然遅れてはない。いい具合いい具合。さあここぐしっと入って、あちょっと入りすぎ、あーちょっともったいなかったね今ね、すごいもったいなかった。さあちょっとコイン集めたいんで、ここ上から行ってコイン集めます。コインを集めて、マックススピードにして、で、ここをちょっとお茶目に、こうグライダーでちょっと行ってみたりとかして、で、ここグライダーでバシーンとぶつけて、オーケーオーケー。そしてお尻を赤コーラで守ると。この体勢。この体勢は結構強いよ。結構いい状態。で、ここもう、現状1位なんで、無理せず、トゲか。いやー、ここで食らうのはきついが、まあ、頑張れ！ボムヘ、まだ1位、まだ1位。まだ1位なんで大丈夫。ここコイン取りたい。オッケー。で、コイン取ってお尻守って、で、コイン10枚だから、ここはもうガンガンイン好きでいいんじゃない？ガンガンイン好き。さあ、オッケーよ。で、これちょっと周期合わなかったんで、グライダー使えず、ここで冷静に、オッケーオッケー、冷静にやって、いやまあ雷はでもみんな食らってるでしょ、雷回避 してないよね、だから大丈夫なはず。インコースしっかり攻めてアイテム取って、でここはもうコイン取ってスピード上げるしかない。いけ、トゲゾウ来てる、間に合え、くそ間に合え、いやマジ最悪だ、割り合ってよーうわー惜しかったね。いや今日ね年末だから短めのね動画にしようと思ってたんですけど、まさか1位取るのむずいんだけどみんないっぱいやってんのかな、みんな。まああれだもんね、その冬休み期間ではあるもんね、みんな結構やってんのかもしんない。なんか、いつもに比べて、まあ、僕の調子も別にそんなに悪いわけじゃないんで、いつもに比べてね、周りが強い人が多い気がするね、なんか。別にデートはね、同じぐらいなんですけど、シンプルに強い方が多いね。さあ、ここ頑張りたいね。マリオサーキットね。
さあ、コインしっかり取って、ここパックンに噛まれないように行って、これダブルアイテム取りたいから捨てて、よいしょ。コインバナナね。さあ、バナナで防ぐけど、赤さんとか来てそうだよね。まあ、じゃあ、妨害のためにコインいっぱい取っといて、バナナね。コインを、いらんけど回収しつつ、よいしょー。いやー、そうですか。コイン、コイン。さあ、コインをたくさん回収。よいしょー。さあ、もう悪くはない。悪くはないですよ、全然。全然悪くない走りしてる。まあ、トゲゾウがね、結局でも来ちゃうから、トゲゾウ防ぎアイテム、まあ、緑コーラ2も強いけど、1個交換してもいいね、緑コーラね。でも、強いの出ないよね、多分ね。強いの出んとは思うけど、1個交換してもいい。ここでちょっと投げ捨てといて、1個交換します。チャレンジね。いや、トゲゾウ来るよね。いやー、どうにもならないか、これは。さあ、お尻だけ守っといて、コイン集めたい。さあ、取られる。じゃあ、2個を取って。で、これコイン2枚取りたいけどな。さあ、お尻守ってしっかり。で、衝撃波あるから、トゲゾウ対策も一応できる。いい形に持ち込んだ。いい形に持ち込みました。いや、これ結構いいんじゃない？かなり調子良さそうよ、これ。ここちょっと外回りしといて。いや、行ったんじゃない？やったー！ベリーナイス！完璧な1位だ！ということで皆様、来年もね、楽しくやりましょう。2023年も本当にお世話になりました。ありがとうございました。楽しい2023年になりました。また来年もよろしくお願いします。では、良いお年を。バイバーイ。また来年よろしく。